プレイステーションプレイステーション3プレイステーション3はソニーコンピュータエンタテインメントが日本において2006年11月11日に発売したコンピュータ家庭用ゲーム機発売当初はすべて大文字のプレイステーション3という表記を使用していたプレイステーション2の次世代機として開発された中核を担うセルブロードバンドエンジニア 光ディスク規格である、ブルーレイディスク、高品質なデータ転送が行えるインターフェースである、HDMI の採用を、7.1CH サラウンドや、高精細解像度に対応するなど、世界的な高精細度テレビジョン放送の移行に、伴う形で進化が図られた。売り上げに関しては、競合ハードである w が、新規ユーザーや、ライトユーザーのシェア獲得に成功し、 1> 約1年前に先行発売した XBOX360 は海外で市場を築いた一方で本機はブルーレイディスクと HDDVD の企画争いが集結していない最中で陣営戦略を含めての開発、製造となったために生産体制の遅れや初期価格の高騰を招いたこと、ハード高性能化に伴う開発コストの 上昇などにより多くのソフトウェアメーカーが参入に慎重な姿勢を示したことなどで販売台数が伸び悩み PS2 と比較して苦戦を強いられた後に生産体制が整い低価格化とともにソフトラインナップが充実するにつれ次第に売り上げは安定していった2012年12月末時点での世界出荷台数は7700万台となり 発売7年目にして競合ハードの Xbox 360を抜いて2番手となった。PS2 が発売されて約1年が経った2001年3月9日にスーパーコンピュータを意識した超並列プロセッサの開発が合意に至った。存在が公になったのは2005年5月16日にアメリカカリフォルニア州でも用されたコンピューターゲームの見本紙である エレクトロニックエンターテイメントエキスポであった。この時は試作品としての公開だったが、筐体は後に発売された製品とほぼ差異がなく、外部接続の端子類にのみ細かな違いがあった。ゲームコントローラーは柄が長いものが公開されたが、製品に付属されたのは従来のデュアルショックのデザインを踏襲したシックサックスとなった。 発売日は2006年の春と発表された。ス CEO として PS3 の開発を主導したくたらぎ県は E3 時のインタビューにおいて PS3 が従来のゲーム専用機の枠に留まらないエンターテインメントに特化した家庭用スーパーコンピュータであることをアピールした。ここで言うエンターテインメントコンピュータとは ゲーム、オーディオビジュアルを含む広範な娯楽環境の提供、また、パソコンと同様の、誰もが自由にソフトを制作できるオープンな開発環境を持つことも、意味し、ソフトウェアをユーザーが独自に開発できる環境を提供することで、PS3 というハードの魅力に惹かれた、パワーユーザーが、独自のソフトを開発することも見込んでいた。 2006年5月に開催された E3 にて正式なデザイン、スペックと価格が発表されるとともに発売日が11月中旬へと延期されることになった。発売されるモデルは HDD 容量が 20GB と 60GB の2つであり、両者には HDD の容量以外にも細かな違いがあった。スペックについて 当初は 20GB モデルに HDMI 端子は非搭載とされたが HDMI 端子を搭載したテレビ受像機の急速な普及を受けて急遽搭載することとなった。価格は 20GB モデルが日本62,790円、北米499ドル、欧州499ユーロ、同じく 60GB モデルがオープン価格599ドル。 599ユーロ。発売前に日本の2 0イトモデルは49,980円に改定された。発売2ヶ月前となる2006年9月、パル地域での発売が再三延期されたが、これにはブルーレイの読み出し装置に使われるレーザーダイオードの生産計画に遅れが出たためとされた。このことは日本や北米地域にも波及し、日本では 初回出荷が8万台程度にとどまり、すアメリカの最高経営責任者が、北米地域では2007年の4月あるいは5月までに、在庫として製品が確保できるだろうと語るほどであった。2006年11月11日、日本で PS3 が発売され、東京都内のヨドバシカメラビッグカメラの店舗では、 開発を主導した、くたらぎや丸山茂雄といった PS の生みの親が、売り場に訪れ、直接購入客に手渡すパフォーマンスも行われた。2007年6月に、くたらぎの後継として、巣の CEO となった、平井和夫は、前任者のメッセージが伝わりきっていない懸念を持ちながら、ゲーム機としての側面をアピールした。2007年10月、 PS2 用ソフトの実行機能などが削除され、大幅なコスト削減が図られた新型モデルが導入された。2008年6月の中期、経営方針説明会には、ソフトの重要性を語りながらも、新規ユーザーの獲得として、ノンゲームとネットワークにも焦点を当てるとも説明した。2009年9月、内部部品の改良により、 軽量、薄型化が図られた 120GB、チェック -2000A モデルが発売された。また、スは、チデジレコーダーキット、トーンを発売した。過去の機体で、発売済みの一部のソフトが、秒間表示フレーム数 60fps、画面解像度 720p に対応し、BGM、効果音をサラウンド化した HD リマスターシリーズとして販売されている。 その後は、会員サービスプスプレスのサービスが開始された。2012年9月19日、さらなる軽量、薄型化が図られた、チェックマイナス4000シリーズが発表された。2013年11月、世界累計売上台数が8000万台に到達したと発表した。2014年12月、日本での販売台数が1000万台に到達した。 競合機種の w ィーも販売台数が1000万台を超えており、日本の末置き型ゲーム史上初めて同世代、複数機種での1000万台到達となった。2017年3月17日、現行モデル、チャコールブラック5 0 0イトが公式サイトにて、近日出荷完了予定と告知され、2017年5月30日付で、 チェック -4300C が公式サイトで出荷完了となった。ヘテロジニアスマルチコア構成の CPU であるセルブロードバンドエンジンを新規開発して搭載しており、セルの中の8個の数値計算に特化したスプオシェーバや物理シミュレーションに用いることで並列計算が効いて高速化ができるなど、2006年発売でありながら2010年代に広く普及する。 APU やグパグプにつながるような先進的な設計が行われている。また、ソニー製品の中で GPU にプログラマブルシェーダーを搭載した初のゲーム機となった。1080p での映像出力に対応しているが、実際には見た目を大きく左右するテクスチャやシェーディングなどの処理負荷がかかるために、レンダリング解像度としては1280-720が主流である。 こうして、今まで主流だったポリゴン単位でのシェーディングから、テクセル単位のシェーディングに、本格移行し、きめ細かい質感表現が可能になった。反面、セルのアーキテクチャがほぼ8ストリームプロセッサそのもので、あるため、開発者には、ソフトウェア並列化の知識を要求し、セル内の汎用コアの性能がペンティアム4未満の、性能しか持たないため、 PC 向けのソフトウェアの開発手法を流用しても、次世代機と呼べるほどのパフォーマンスを引き出せず、性能を発揮させるという意味では、ソフトウェア開発を困難にした。そのため開発の難易度が高い本機は、サードパーティーにとっては、参入障壁となり、ソフトウェアの品質にも差が生じた。また、PS2 ソフトの HD リマスター化においては、PS2 において、 CPU をプログラマブルシェーダ代わりに使う得意なアーキテクチャ構成の影響で半透明なエフェクトやオブジェクトを多数描画するような処理があるソフトをそのまま移植した場合に PS3 のブルームバスの帯域が不足し十分なパフォーマンスが出ない問題がある例としてはゾーン・オブ・ザ・エンダーズ HD エディションが挙げられるがこの作品については後にブルームの転送速度の ボトルネックを避けるために、プログラマブルシェーダーを活用するように描画システムを変更したパッチ適用によって 1080p、60fps や高画質化が施された。チェックマイ -2000 アンペア発表前のロゴチェックマイ -2000 アンペア発表後のロゴ左から、セラミックホワイト、サテンシルバー、クリアブラックの PS3 本体試作品の コントローラ2005年に公開された PS3 の試作品の背面。実際に発売された初期型の PS3 と比べて、いくつか端子類が多くなっている縦置き本体の当初のデザインは PS、PS2 のデザインを務めてきた後藤定友が続投した。一番の特徴として、上面が曲面となっている。 16cm 大型冷却ファンや電源部品を内蔵しており PS2 と同様に縦置き横置きに対応した 60GB スッチャ00モデルのみ高額ドライブ周辺がクロムメッキされ 40GB セク 0.80GB セクル00モデルは銀色 20GB スッチブ00モデルは本体色のままであるディスクドライブは スロットイン方式を採用した。本体に同梱された当初のコントローラーは PS に同梱のものと似ているがワイヤレス6軸検出システム中央のアナログボタンの代わりに無線認識などに用いる PS ボタン L2R2 ボタンがトリガー式になる振動機能がついていないなどの変更点がある。またチェック -2000A モデルの本体のデザインは 従来と異なりソガベタクによるもので、横置き時の上面の曲面部分は残しつつも、全体的に大きく変更されており、表面には柔らかさを感じさせる、脂肪加工を新たに施している。サウンド処理は主にスプが担当し、すべてソフトウェアで行う。PS3 のゲームタイトルでは、最大で、リニア PCM7.1CH 出力に対応する。 そしてドルビーデジタル 5.1CH のリアルタイムエンコードに対応する。ブルーレイディスクに採用されたロスレスオーディオコーデックではドルビートゥルードと DTS HD マスターオーディオをリニア PCM に変換して出力する。ドルビーデジタルプラスや DTS HD ハイレゾリューションオーディオのデコードに対応している。その他、 デジタル放送の記録フォーマットである AAC のデコードも可能である。音声出力はアナログ音声端子、HDMI 端子、光デジタル音声端子のいずれか一つを選択する。音声同時出力を設定することで、その他の出力端子にも 2.0CH で同時出力が可能である。スーパーオーディオ CD の音質は評価されている。 チェック -2000 モデル以降では、ドルビー・トゥルードおよび DTS、HD マスターオーディオ音声を HDMI 端子からビットストリーム出力が可能となっている。ソニー、パナソニックなどが提唱する第3世代高ディスク規格である、ブルーレイディスクを採用した。北米での次世代 DVD の規格争いにおいて、BD ジミへの強力な権威役となり、 HDDVD を撤退に追い込む要因の一つとなった。容量8 5イトの DVD に比べ、BD は大きい記録容量を持つため、ゲームが記録容量の制約を受けにくくなった。ゲームによっては DVD でも容量は足りるが、著作権保護などを考慮し、全作品が BD を採用している。PS3 は BD-ROM の他に BD-R と、 BDRE の読み出しも可能である。CPRM ワックスに対応、読み取り専用で書き込み不可である。2008年3月のシステムソフトウェアバージョン2.20で、記録膜に有機色素を採用した LTH タイプ BDR を正常認識するようになった。PS3 は BD 再生において専用プレイヤー。 レコーダーと比しても遜色ない性能を持っている。システム更新により、無償で劇的に機能が向上する点は、AV 機器としては革新的で、特に2007年5月のシステムソフトウェアバージョン1.80では、BD の 1080p、2 4ルツ出力と DVD のアップコンバートに対応、高価な民ン機に匹敵する画質と評価する向きもある。この機能は、 本来 SD 画質の DVD が HD 画質と同レベルに見えるほど性能が高い。HDMI 搭載ハイビジョン対応テレビがあれば BD 再生だけでなく DVD のアップコンバートなどで多くのユーザーが恩恵を受けられる。すが、マニュアルや公式サイト上で公開しているデータに基づく。システムソフトウェアのアップデートにより拡張された仕様も含む。 クロック周波数、性能の数値は2006年の E3 で発表されたもの。2006年の E3 以降は公式には発表されていない。CPU PS3 では8つあるスプのうちの1つが、ぶどまり工場を目的にした上調性のために使用不可になっている。GPU、g p u には GFORCE シリーズなどで知られる NVIDIA と共同開発した。 RSX Reality Synthesizer を採用している。RSX は NVIDIA 社の PC 用 VGA GeForce 7800 GTX に実装されている GPU をベースに PS3 内部で採用されている FlexIO インターフェースを搭載した PS3 専用のカスタマイズ GPU である。単純な性能比較はできない GForce 7800。 GTX とは、バーテックスシェーダ数、ピクセルシェーダ数が共通だが、動作周波数、ブルームインターフェース、GForce 7800 GTX、38.4GB、S、256。ビット、RSX、22.4GB、S、CPU インターフェース、ロップユニットと異なる部分もある。ソフトによっては、 セルのスプユニットによる描画の処理分散も行われている。素では RSX の不動小数点演算性能を当初1.8とフロップスであると発表していたが、この数字は RSX のベースになったと言われている GE Force 7800 GTX 430MHz の313、グフロップスの6倍弱であり、 G7 例の次世代 GPU である GForce 8800GTX 575MHz の3 4 5 6グフロップスをも上回ってしまう。これはマイクロソフトが XBOX360 のシステム全体の不動小数点演算性能が1とフロップスであると発表したことに対抗し特殊な算出方法を用いたことによると見られているが SMS ともに数値の内訳は明らかにしていない。画像出力解像度は PS2 が720-480ピクセルに対し PS3 では最大1920-080ピクセルのフル HD 表示が可能でありプログレッシブ表示にも対応している。2005年に発表されたスペック表にはクロック周波数は 550MHz と 表記されていたが、後に、コスト削減のために5 0 0ヘルツにスペックダウンされた。冷却、騒音、消費電力高速 CPU、GPU を使用するため、静音性と冷却の両立のため大型ヒートシンクと1 6トルファンを搭載。向かって、右側の排気口、及び、全面吸気部周辺は、エアフロー確保のためある程度開けておくことが望ましい。 40GB モデルではセルが 65Nm プロセス版に変わっているため発熱が抑えられている。80GB モデルでは RSX も 65Nm プロセス版になっていると見られ、さらに発熱が抑えられている。室温より高温の空気は上昇するため縦置きの方が排熱効率は高いと見られる。チェックマイ -2000A では 45ナノメートル版、セル、65ナノメートル版 RSX、さらに小型化した250ワット電源等により、レイアウトも変更されており、冷却機構も小型化され、ファンも10センチメートルファンに変更されている。最大騒音は 36dB と公表されている。2倍速の BD ディスクドライブ、16センチメートル。 排熱ファンは共に回転速度が遅いため、薄型 PS2 に近い静粛性である。使用上の最大消費電力は 380W と公表されているが、これは電源容量を指す。XMB 使用時で約165から 170WBD ビデオ再生時には約170から 174W ゲームは 1> 約170から 197W となる。また、最新ファームウェアにすることによって低下していることも判明した。チェック -2000A の結果は、XMB 使用時で約 76W、BD ビデオ再生時には約 83W、ゲームは約81から 101W である。メモリメインメモリには、 米国ランブス社開発の次世代メモリ、XDR-DRAM を採用。2005年5月17日、東芝と l p ーダメモリが、PlayStation 3向け 512Mbit XDR-DRAM を発表している。XDR-DRAM は、32bit バス幅ながら、DDR にストラムの、デュアルチャンネル転送の2倍のスピードに達すると言われる。 2009年1月20日には、LP ダメモリが、PlayStation 3向け1、G、Gbit XDR DRAM を発表した。PS3 本体チェック -2100 シリーズより、搭載されている。i、O インターフェースは、米国ランブス社のフレクシオ技術を採用し、HD 品質の高精細画像を、リアルタイム処理するために必要な転送速度を、実現している。 CPU には XDRDRAM メインメモリが直結され GPU には GDDR3 ビデオメモリが直結されており沼構成をとる0.0点子ペナルティがあるものの CPU と GPU が相互に他方の専用メモリにアクセスすることも可能である C が2009年に公開した技術文書によると ファームウェアのアップデートにより OS のメモリ使用量が減り、ゲームや開発に利用できるメモリ量が7 0イト増加したとのこと。メインメモリである XDR が2 4 9イトそして RSX とつながる GDDR が2 1 3イトとなり、計4 6 2イトがゲームに利用可能になり、5 0イトが OS に占有されている状況となった。リリース当初は 120MB 占有していた OS が様々な機能追加などを行いながらも大きく軽量化しており、今回の軽量化はメインメモリである XDR の解放とボトルネックとされる RSX への新たな割り付けが行われることで今後の PS3 開発をさらに柔軟なものにするものと言える。 2005年発表のスペック表には、クロック周波数は 700MHz と表記されていたが、後に製造コスト削減のために 650MHz にスペックダウンされた。AV 出力 AV 出力端子には PS、PS2 に採用されてきたアナログ出力 AV マルチに加え、デジタル出力 HDMI を新たに搭載。音声出力として、 光デジタル出力端子も、搭載 AV マルチ出力においては PS、PS、PS2 用既存ケーブルの流用も可能で、PS、PS2 と同様、コンポーネント映像端子、D 端子、スカルト端子、S 端子、RCA 端子、RF 端子での出力が可能である。AV マルチ出力でも D1、D5 までの解像度をサポートしている。 ただし、DVD ビデオ、BD ビデオは RGB での出力ができず、強制的に Y,CB,CR 信号に変更されるほか、発売当初は D 端子出力と同様に市販 DVD のアップコンバート出力はできなかった。AV マルチ入力端子を持つソニー製テレビとの接続には AV マルチケーブルを用いることによって、 ケーブル一本で映像と音声の伝送が可能。なお、一部機種では D3、D4 接続が可能であるが、設定の際は画面の指示通り AV マルチを選択してはならず、コンポーネント、D 端子を選択して設定するゲームプレイ時には多くのタイトルでドルビー。デジタル 5.1CH に一部では、 より高音質の DTS デジタルサラウンド 5.1CH や無圧縮編調方式であるリニア PCM7.1CH、5.1CH などにも対応しており、中でも多くのス性タイトルはリニア PCM7.1CH まで対応している。初期モデルではドルビー・トゥルードと DTS HD マスターオーディオのビットストリーム出力が サポートされておらず、ビットストリーム出力を選択して、HDMI で接続していても、旧来のドルビーデジタルよび DTS デジタル、サラウンドで出力される。ただし、デコード自体には対応しているため、HDMI 接続による、リニア PCM7.1CH、5.1CH 再生に対応さえしていれば、 リニア PCM 出力を選択することにより同等のサウンド出力は可能で、後に未対応だった DTS HD マスターオーディオのデコードについても2008年4月15日のバージョン2.30にてサポートされた。PS3 のように次世代オーディオコーデックのデコード機能まで搭載した BD プレイヤーは数少ない。チェック -2000 シリーズ以降は ドルビートルードや DTS HD マスターオーディオのビットストリーム出力に対応した。システムソフトウェアバージョン3.30からゲーム 3D 映像に対応、バージョン3.50からはブルーレイディスクの 3D 映像に対応した。ストレージセーブデータ保存には HDD メモリースティックのほか SD メモリーカードや コンパクトフラッシュなど様々なメディアを使用できる。また USB ポートには USB マスストレージ規格に対応したストレージの接続も可能。その場合は 2TB が上限で FAT32 でフォーマット済みでないと認識しない I-OPS2 と同様に USB ポートが搭載されており PC 向けのマウスや キーボードなどの汎用機器が接続できる。日本国内では20、60GB モデルの PS3 では PS、PS2 用ソフトを 40GB モデル以降では PS 用ソフトの海がプレイ可能である。プロセッサーアーキテクチャが PS、PS2 と異なるために PS 用ソフトに対しては全、モデルともソフトウェアによるエミュレーションによって互換性を持つが、 PS2 については互換性を高めるため後期の PS2 に搭載されたチップ EEGS を搭載しこのためにドドラムを2つも搭載しているただし欧州版 60GB、80GB モデルでは EEGS チップとドドラムはなくなり GS 相当のチップのみ搭載しており EE をソフトウェアエミュレーションすることによって PS2 用ソフトのプレイを実現している。40.80GB モデルでは低価格、低消費電力化を理由に、前述のハードウェアによる PS2 互換のための部品が省かれ、PS2 非対応となった。PS、PS2 用コントローラー接続端子がないため PS3 専用コントローラーを使用するが、サードパーティー製のコントローラー変換アダプタも存在する。 振動機能のある PS、PS2 オーソフトには別売りのデュアルショック3を使う。USB 接続の周辺機器や特定ゲーム専用コントローラは純正でなく外部業者性が多いため PS、PS2 ソフトへの対応は不完全である。振動機能やフォースフィードバックも含めて動作する場合もある。 2006年11月11日の段階では803作に何らかの不具合が発生した。当初動作不能ゲームに含まれていたファイナルファンタジークシー、信長の野望オンラインといった HDD 必須の p s にタイトルもシステムソフトウェアバージョン1.31で対応するようになりバージョン1.51では PS に非対応だった PS 作品の一部が対応した。 発売から約2ヶ月間 PSPS2 ソフトの映像出力時に I-P 変換の不具合によって画質劣化が発生していたがシステムソフトウェアバージョン1.50以降は改善され I-P 変換の恩恵を受けられるモニターなら画質は PS2 よりもむしろ優れたものとなったシステムソフトウェアバージョン1.80以降でアップコンバートに対応 HDTV であれば PS、PS により高精細で滑らかな表示が可能になった。スムージングを入れると画像の荒さを取る画像処理が行われる。特にグラデーションのような色の変化が滑らかにできそうな部分には効果的な補正がかかり、単なる高解像度化よりも画質が向上する。PS2 に存在した PS 用ゲームソフトプレイ時の テクスチャ保管処理、CD-ROM の高速読み込み機能は PS3 でのエミュレーションにおいては省略された。2009年7月30日、菅、国際出願した PS2 エミュレーターに関する特許出願が日本において広報される。当時の家庭用テレビ企画では最高画質のプログレッシブフルハイビジョンで BD ビデオや DVD ビデオ、 ハイビジョン映像記録企画アバチドの再生、MPEG-2、MPEG-1、H264、MPEG-4ABC、MPEG-4SP、DBEX、VC-1 形式の各種動画データなどに対応した。サーバーに接続した場合、Windows Media Center で録画した番組 DVRMS 形式のファイルが見られる。 PS3 側では、MPEG-2 として認識される。動画格納コンテナの異なるであれ、再生に対応したデータ形式であれば再生できる。ただし、VC-1 の再生に関しては、インターネット接続によるアクティベーションを要する。このように、PS3 が対応する、動画形式は、後発のプレイステーションシリーズに比しても引いてて多く、 DLNA を介した動画再生での安定性も専用機に劣らないため PS3 はメディアプレイヤーとしての評価も高い PSP-2000PSP-3000 のみ対応のワンセグチューナーやワンセグ録画対応をマンで録画したテレビ番組は PS3 本体にムーブ可能であるチェック -4200 シリーズ以降は BD ビデオなどの著作権保護技術の適用されたコンテンツからの映像出力は HDMI でのみ出力されるように変更されている。アトラック、AAC、WMA、MP3、WAV 形式の音楽データに対応する。音楽 CD をアトラック、AAC、MP3 いずれかの形式で HDD へリッピングすることにより ジュークボックスとして利用することが可能である。CD からのリッピングでは WAV データには対応しておらず、WAV データの取り込みは USB メモリや iPod、ウォークマンなどを用いての USB 接続によるか、LAN 機能を用いた方法でのみ可能である。WAV では 16bit、44.1kHz 以外のデータを再生することができない。 プリエンファシスがかかった CDDA を再生するとディエンファシスされず出力される。JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP 形式の静止画データに対応した。写真がひらひらと舞い落ちるようなものや顔認識技術により被写体の顔をフォーカスしながら映り変わっていくスライドショーがある。エプソンキャノン HP 製の一部プリンタを USB や LAN 接続して印刷が可能である。10ベース T および100ベース TX、1000ベース T をサポートするイーサネットインターフェースを備える。20GB モデル以外では IEE802.11BG 準拠の無線 LAN を搭載する。特に PSP との連動によるリモートプレイは PS3 の画面を MPEG-4、480。 P に変換、転送し、PSP でのネイティブな操作、視聴が可能となるかに、簡易ロケーションフリーを実現した。2007年5月31日からは、インターネット経由のリモートプレイに対応した。外出先でリモートプレイをする場合、自宅の PS3 をリモートプレイ待機状態にしておき、PSP で PS3 で使用している。 PSN サインイン ID とパスワードを入力する必要がある。またデータのやり取りを行ったり、ポケットステーションのような使い方をしたり、PSP を PS3 のコントローラやセカンドモニタとして使用するなど、今後様々な応用が考えられている。システムソフトウェアバージョン2.00からは、ウェイクオンラミア、ウェイクオン Wi-Fi にも対応した。スタンバイ状態で、 リモートアクセスを認識して自動的に電源が入るようにすることができる。20GB モデルは無線 LAN 機能が非搭載で増設も不可のため無線 LAN を用いた PSP との連動が制限されていたがバージョン1.60で無線 LAN ルーター経由のリモートプレイができるようになった。無線 LAN はエース楽々無線スタートに対応する。 PS3 企画のゲームソフトをはじめ、プレイステーションストアからソフトをダウンロードプレイできる。3D 立体紙にも対応しており、3D 立体紙とプレイステーションムーブを組み合わせたゲームも発売された。3D テレビ、または 3D ディスプレイと HDMI ケーブルが必要である。PS3 の発売と同時に、プレイステーションネットワークというネットワークサービスが 展開されており、ユーザーごとに無料でアカウントを発行している。これには、メッセージの送受信、マッチング、パッチング、コンテンツのダウンロードなどの機能が含まれ、コンテンツ配信のインフラには、赤米テクノロジーズが採用されている。アカウントには、マスターアカウントとサブアカウントの2種類あり、サブアカウントは、マスターアカウントを持つ保護者が非保護者にアカウントを、 分け与えるためのものである。マスターアカウントを得るのには18歳以上である。必要がある。サブアカウントにはオーレットにチャージできないなどの行動制限がある。バージョン2.00から XMB 上にインフォメーションボードで PS3 に関するお知らせや更新情報が出るようになった。バージョン3.00ではインフォメーションボードの名称が What's New に改められ、 デザインも一新された。ス製工場出荷時に搭載されている OS はシステムソフトウェアと称される。OS の名前としてはゲーム OS。S が開発、配布するものでソースコードが公開されないプロプライエタリの OS である。操作のための GUI には PSXPSP と同様に XMB を採用している。 日本語入力システムは ATOC が採用されている。他のシステム PS3 は主に搭載される HDD の容量によってモデルが決定されており、また発売時期や地域によって様々な機能の差異が存在している。チェック XX シリーズ初期モデル。同時発売の 20GB モデルと 60GB モデルと海外版の 80GB モデルのみ。 PS2 互換機能と SACD プレイヤーを搭載する。40GB モデル以降は、PS2 機能と SACD に非対応、USB 端子数が2つに削減されたが、改良で、消費電力を抑えファン動サウンドを低減し、HDD 容量が増えたモデルが発売されている。日本国内向け製品のうち、チェック A00 チェック B00 は2014年4月2日。 チェック H00 チェック L00 チェック900は2014年7月2日にそれぞれ修理部品の在庫が切れアフターサービス受付を終了した。チェック -2000 シリーズ全面的にフルモデルチェンジ、軽量、スリム化され、ロゴデザインも一新、全世代機 PS2 の流れを組むロゴとなる。縦置きには別売、縦置きスタンドが必要。 重量 4.4kg3.2kg に軽量化。デザインは従来イメージを踏襲しながらも大きく変更され、表面は柔らかさを感じさせる脂肪加工となる。セルは 45nm プロセスに変更され、低消費電力化されたものを採用。システム最大消費電力は 280W250W に削減。 CPU などの発熱現象に伴い、通気口も本体後面に集約された。本体名表記はすべて大文字、プレイステーションから以前のプレイステーションに戻った。前世代機の流れを引き継ぐ PS3 ロゴが初めて採用された。新たに、ブラビアリンクとドルビートゥルードおよび DTS、HD マスターオーディオ音声の HDMI 端子からのビットストリーム出力に対応した。他のシステムのインストール機能が削除された。内部機構についても約2000点の部品点数削減がなされ、大幅コストダウンされた。PS2 初期モデルからの回転式、PS ロゴと主電源スイッチは削除され、イジェクトとスタンバイはタッチ式からボタン式となる。また、 電極プラグも2極に変更され従来モデルの電源ケーブルは使用できなくなったが PS に付属電源ケーブルは使用可能さらに HDD1 も変更された本体重量 3.2kg3.0kg とさらに軽量化初期システムソフトのバージョンが3.20になった HDD 固定金具の形状変更 RSX が65ナノメートルから40ナノメートルにシュリンクされ、省電力化された。ズドドラムが512メガビット4個1ギガビット2個になった。2010年4月製造分から、セルのコアレスパッケージが採用された。チェックマイナス3000は、さらに軽量、省エネ化され、イジェクトボタンのディスク挿入状態 LED ランプ。 無線 LAN アクセス LED ランプ、電源ボタンとイジェクトボタンのバックライトを省略した。コスト削減の影響で、電源ボタン、イジェクトボタン、パネルカラー、側面質感が変更されている。映像メディアのアナログ出力規制に伴い、ブルーレイディスク再生時の D 端子出力が SD に制限されるようになった。PS3 コントローラの利面表記変更。 USB 接続による電圧を追記した。チェックマイナス4000シリーズ3年ぶりにフルモデルチェンジ。チェックマイナス3000シリーズより25%軽量化。ブルーレイドライブはトップローディングに、蓋はスライド式となった。専用縦置きスタンドも同時発売。日本と北米では HDD 搭載にモデルが発売だが、 ヨーロッパでは 250GBHDD の代わりにフラッシュメモリ搭載のモデルが発売される。そのため国内では型番チェック -4000A は存在しない。アクスファイナルアドプターアグリーメントに準拠するためにチェック -4000 シリーズ以前の生産を終了して新規に販売されたもの。チェック -4200 シリーズ以降は BD 映像ソフト。 および著作権保護技術の適用されたコンテンツからの映像出力は HDCP で著作権保護されている HDMI でのみの出力に変更されている2014年8月日本国内向け出荷終了 RSX が40ナメートルから28ナノメートルにシュリンクされ省電力化された GDD-R3 が4個2個に集約化された。パッケージデザイン変更と、本体ストレージへのアクセスを示すアクセスランプが削除されている最終モデル。ありがとうございます。